皆さんこんにちは。ホットショット DX ジャム山下美香です。さて本日の DX ジャムですが、今日はなんと海外からのスペシャルゲストをお迎えしてのオンライントークです。このコロナ禍が日本よりもさらに厳しい状況にあるというアメリカはカリフォルニア州ロサンゼルスの南にあるトーランスに在住のフィルムエディター横山千佐子さんとのオンライントークをお届けします。横山さんはもうこの業界では有名な方なのでご存知の方も多いかと思いますが、ハリウッド映画界の第一線で活躍されてきた日本人フィルムエディターです。最初に1993年のあのベルナルド・ベルトリッチ監督の名作リトル・ブッダに参加された後、2000年公開のリドリー・スコット監督のアカデミー賞受賞作品グラディエーターをはじめ、ブラック・ホーク・ダウン、ハンニバル、アメリカン・ギャングスターなどの有名作品にアシスタントエディターとして参加。さらにはガス・バン・サント監督、マット・デイモン主演脚本の名作グッド・ウィル・ハンティングや、日本を舞台にしたチャン・ツイート渡辺謙出演のさゆりや、キリア・カズアキ監督の五右衛門などの編集にも携わられている、まさにハリウッド映画の第一線で活躍されてきた映画編集者です。また2005年頃、2016年までロサンゼルスで ISMP インターナショナルスクールオブモーションピクチャーという日本人の留学生を受け入れて生のハリウッド映画の現場を学べるという画期的な映画学校を運営されていたり、映画の更新の教育にも力を注がれてきました。またフリーペーパー版のホットショットにも映画編集のコラム連載をしていただいたりと、ホットショットスタッフとも親しくさせていただいています。今日はですね、現在もトーランスにお住まいの横山さんのご自宅とオンラインで結びまして、ロサンゼルスやハリウッドの映画業界と新型コロナウイルスを取り巻く現状などをいろいろお聞きしました。それでは本日もホットショット DX ジャムスタートです。はい、皆さんこんにちは。ホットショット DX ジャムです。本日はですね、ゲストをお迎えしましてオンライントークを行います。ゲストにお迎えしましたのはフィルムエディター横山千佐子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、横山さん久しぶりですね。久しぶりです。はい。僕ね、多分思
い起こすと、あれ、横山さん、ご夫婦であの日本に来たのっていつでしたっけ、あれ。でしたっけ、今年の1月ですね。そう、18年ぐらいですよね、18年とか。そうですね。うん、それ以来あの、こうやってお顔を見て会ってないんじゃないかなと思って、多分ですよね、本当、いろいろバタバタありましたね、あれ以来。でちょっとね、19年は僕も2回ほどロサンゼルス行ってるんですけど、あ、うん、今あの皆さんにお伝えしなきゃいけないのは、横山さんは、ロサンゼルスのトーランスにお住まいですね今、はい、で LA と、はい、LA と日本をつないでの、オンライントークということで、はい、まあ、おなじみの、ね、方もいらっしゃると思いますが、あの横山さんはあの、過去には、グラディエーターとかね、非常に有名なリドリー・スコット監督の映画だったり、ガス・バン・サント監督の映画だったり、を、フィルムエディターとして、参加されている、もうハリウッドで一線で働いていらっしゃるという、フィルムエディターで、いらっしゃいますけれども、一時期ね、ISMP という学校もやってらっしゃって、で今はあれでしたっけ、ドキュメンタリーを。そうですね、ここのところずっとドキュメンタリー会社で仕事してて、そこで、何本かドキュメンタリーをやらせていただいております。ですよね、うん、はい、ということで、まあ、横山さんにあの編集、映画編集を教わった文科生の方もいっぱい聞いてらっしゃると思いますので、まあそんな方へのメッセージも含めて、ね、久しぶりに横山先生のお顔をお見せできるという、まあ、機会になればいいなと思っております。はい、それではですね、まあ、横山さんにもあの今の時代と、まあ、今の場所についていろいろと質問とお話を伺わせていただきたいと思ってるんですけれども、あの、まあ、先ほどもあの石川編集長からも聞かれたとは思うんですけれども、横山さんの最近の動向ですね、あの映画編集関係とかいろいろこういったことやってるよっていうのをお聞かせいただけますでしょうか。はい、今の会社にですねは、2010年からずっと、いまして、そこで毎回何本か、ドキュメンタリー映画を編集しております。で、最近では、コロナになる前ね、あの、なる直前に、日本ほとんど仕上がりかけてたんですけれども、ちょっと中断してしまって、今もやっぱ再開してるんですけれども、ラッキーなことにですね、その、監督さんっていうか会社の社長さんなんですけれども、その方が、編集者はうちで編集してもいいよということを言っていただいたので、もうコロナになってですね、3月の中旬18日とか19日ぐらいに、まあ、全ての人は仕事に出るなという、法令のような、忠告が州から出ましたので、もう全員かあの家庭で待機するような感じになっちゃったんですけどね。でその時にもう、コンピューターをうちに持ってきて、それ以来うちで編集しているという状態です。もうあの、あれでしたっけ、サンタモニカでしたっけ、事務所は確か。そうですね、あのパシフィックパリセイドというサンタモニカのちょっと、隣の市なんですけども、うん、そこまで毎日あの通勤してたんですよね。通勤時間は1日、片道1時間半とか2時間かけて、であのそれがいきなりなくなってですね、すごくちょっとラッキーかなという感じだったんですけど、あの最近問題になってるのはやっぱりここまで長く弾いてますので、皆さん精神的にねかなり参ってきてみたいですね。あの学生特に、いろいろ問題あるみたいです。そうですね。学生もね、影響が。そのあたりからずっともううちですから。
今週から、小学校がやっとちょっと解禁になったんですよね。まあ、それをご両親が行ってもいいよという方だけでですね、来ませんって言ってる人もたくさんいて、半分オンライン授業、半分、学校行って授業っていう、そういう体系でスタートしたところなんですよね。うちの娘は高校生で、ちょっとうちにいても、うちはもう、注射をするまで学校に行きませんって言ってあるので、おそらくもう今年いっぱい、6月で終わりなんですよ。9月が新学期なので。ああ、そっか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 。彼女はずっとそれまでうちにいると思います。オンライン授業とかそういったもので対応されてるんですか？そうですね、今のところは。なるほどなるほど。もう映画編集のみならず、いろいろとやはり新型コロナウイルスの、ね、影響は大きいと思うんですけど、まあ、まさにその次のちょっと質問にも入るんですが、その新型コロナウイルスのさまざまな影響ですとか、まあ、トーランスの現状と、まあ、お仕事の規制ですとか、ワクチンの接種状況などやはり国が違ったりとかすると全然違うと思うので、そのあたりお話伺わせていただけますでしょうか？はい、そうですね、4月に、そういうことで3月の中旬に、とりあえずまあ一斉に、エッセンシャルではない仕事、重大ではない仕事、重要ではない仕事の人はもううちにいましょうということになりまして、そこから、まあ数値的にはですね、コロナの感染者とか、死亡者の率はほとんど横ばい状態かなっていう感じだったんですよね。特にトーランスは非常にアジア系の人も多いですし、結構皆さんマスクしてましたので、10月に入る、11月になるまでに、50人ほど死亡者の方が出たんですけれども、そこからもうほとんど増えない状態だったんですよね。だこのままでいけばいいんじゃないとか思ってたんで、あまり危機感はなかったんですけれども、やっぱりみんなが予測、他の方がね予測していたようにですね、アメリカには11月12月と非常に大きなイベントがあるんですね。祭日が感謝祭っていうのが11月25日にありまして、で、クリスマスですね。でそこで、休日も非常にたくさんありますし、大体皆さん、お里に帰ってね、みんなでパーティーしたりとかする、そういう時期なんですけど、でそれを極力やめてくださいと、もう今回はうちにいましょうよって言ってるんですけど、言っててもその別に何か法律ではないんですよね。やめましょうっていう、そういう忠告程度なので、やはりこちらの方あんまりなんかね言うこと聞かないんですよね。すぐパーティーとか行ってやってるので、それの後ものすごくひどくなるよっていう予測してたんですけど、やっぱり1月に入ってものすごく増えまして、そこで一応夏に1回解禁になったんですよね、すべて。だからその最初にダメって言った時にもう、レストランはダメ。レストランは、店内で食事するのは禁止と。お持ち帰りか、外の、外で食べてくださいよという。それなら OK なんですけど、それがちょっと夏緩くなりましてですね。で、皆さんもっともっと、出て食べたりとか、ちょっと、店の中でも OK になったりとか、ヘアサロンなんか全部みんな、シャットダウンだったんですけど、7月、8月に少しオープンし始めたんですよ。それで、またでも、が増えちゃったので、感染者が増えたので、1月ぐらいからまた、シャットダウンになりまして、今また、シャットダウンの状況なんですよね。フィルム的にはですね、そういうことで同じようにですね、3月あたりから全て一応、
中止してですね、延期してくださいよっていうような通報が、うん、プロダクションに行ったらしいんですよね、4月ぐらいに。で、みんなホールドになってですね、で、12月、1月にちょっと解禁になってきたんですけど、まあ、フィルムですので、いや、解禁だ、じゃあスタートしますっていうふうにはできないじゃないですか。うん、予定もあるし、ね、プランも立てなくちゃ、スケジュール立てなくちゃ始まらないので、その辺だからまだ始まってないんじゃないかな。映画なんかもうみんな1年押しになってますから。ああ、やっぱりおっしゃるんですね。公開がもう1年プッシュされてますので、する人はなかなかいないと思って、テレビ関係もですね、全然なかったんですよね。テレビのプロデューサーなかったんですけど、年末あたりに少しずつやり始めてですね。観客なんかはもうほとんどいないような状態でやってたりとかですね。やったので、まあ、やっては新しいものは撮ってるんだなというのは分かるんですけれども、ちょっと面白いなと思ったのは、プロダクションで、オーストラリアとかでやってるプロダクションがあるらしいんですよ。で、クイズの。その辺は全然、ストップせずにやってたらしいですね。さすがに。感染者が少ないので。なんかね、噂はたくさんいろいろ聞こえてくるんですけど、なんかホテル一棟借りにして、なんかスタッフとね、キャスト全部入れて、それでもう完全に閉じ込めてやってるとかいう現場があるとか、なんか、ね、まあ、ハリウッドレベルだとやっぱりいろいろあるんだなと思いながらも、やっぱ基本は止まってるんですね、やっぱ。で、スタートしても、やっぱり人数多いですから、今もアメリカは10人に1人とかで必ずなってるっていう状態なので、10人とか20人集まったらやっぱり何人かいるわけですよ、コロナの。その人たちが出るともうストップしちゃいますので、再スタートしてもストップしたっていうプロダクションもあったらしいですし、なるほどね。皆さん経済的にものすごいみんな打撃受けてますね。そうですよね。ロサンゼルスっていうと、それこそトーランスからね、サンタモニカに行くのに405っていうのを使うわけですけど、朝の大渋滞とか半端なかったじゃないですか。これがですね、すごいですよ、今ガラ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 ぐらいスイスイで行きますから。なんか全米で一番渋滞する道って言われてましたよね。ですね。それがもう今全然もうガラガラですか。もう全く。朝ニュースを見るとですね、必ずトラフィック情報っていうのがある。はいはいはい、昔は見るともう真っ赤だったじゃないですか。そうですね。真っ赤で。地図がありましてですね、道路の。はい、ここ真っ赤、ここ真っ赤っていう、よし、ね、全部真っ赤っていう、今もう全部ブルーですから。ダウンタウンのあの辺りですらそうですか。そうですね、全部ブルーですよ、ロサンゼルス。本当、まあ、それだけの人が、まあ、学校もそうですけど、人が、仕事なくなっちゃっているので非常に痛いですね。まあ、ちょっと横山さんからね、実は事前にちょっとお写真を送ってもらっていて、今のロサンゼルスの状況をなんて、はい、ちょっとそれを見ながら説明をしていただいて、はい、そうですね、に撮った写真なんですけど、まずはちょっとこれ1枚目ですね。近所の A ビーチの通りなんですが、まあ、皆さんマスクをしているという、今マスクをしないと外出しちゃいけないみたいな感じですか。やっぱそこまでは言ってないんですけど、まあ、一時に比べれば、トランプがいたじゃないですかって、はいはいはい、で彼がいろいろごちゃごちゃ最初ね、コロナなんか嘘だとかですね、マスクなんかしてもダメだみたいな、しなくてもいいっていうようなこと言っちゃってたので、
当時は本当誰もあんまりする人いなかったんですけど、もう今はしっかりやるようになったので、うん、だなと思いますけど、うん、これどの辺のビーチですか？これは、レドンドビーチ。あ、レドンドビーチ。はいはい。レドンドビーチね。うん、はい、まあ結構人は出てる感じなんですかね。こうなんか人はだからこっちの人本当あのなんか我慢ができないっていうか我慢ができない我慢できないんですね。あの、まあ、次の写真見てもらっても分かるんですけど、はいはいはい、次の写真見て OK が出ててですね、レストランとかでみんな感染してるんだよって言うんですけど、みんな行くんですよね。そんなにちょっと我慢しろよみたいな我慢できないみたいですね。これはレストランはあの通常営業なんですか今？なくてですね、これ道路からもうはみ出て外出たら、うん、食べてもいいよっていうことなんですよ。ああ、なるほど。店内だったら感染するんだってね。うん、でだから、外にこういうふうに仕切って、ちょっとテーブルを置いて、あのお客さんが来てるんですけど、でも、人と人はだから6フィート、だから170センチぐらい、うん、離れてダメなんですけど、全然そんなに離れてないんですよね。まあ、近いですよね、結構ね。うん、まあ、外は次を見てみましょうか。はい、はい、同じですね。でこんな感じでバーッと通りのところあの今じゃあ どんなレストランもこういうなんかオープンテラスみたいなのがあるんで、でも潰れたところもものすごくたくさんありますから。ああやっぱりね、まだ本当あの生き残れてなんか、やってるんじゃないかなと思いますね。まあ、こうやってお客さん、あの普段の半分とか、半分以下で、あのだと。それこそ、なんか、こういうね、ちょっとトーランスみたいに広いとこだったら、まだいいですけど、うん、あのそれこそ、あの、ミカさんと一緒に、あの、うん、横山さんと、あの、みんなでご飯食べた時が、3年前ぐらいでしたっけ、それも。ああ、結構ちょっと前ですよね。あれ、カルバシティですよね。うん、あの辺はでも結構こう集まってるので、うん、こうみんな、だからこれは市が、サポートしてですね、こういう仕切りを作ってあげて。ああ、なるほど。でも、ああいうあのカルバシティとかって、外にこうテラス席とか出せないじゃないですか、なんか。ここもそうじゃなかったんですけど、やってますからやってる。じゃあ今そういうふうにあの道を全部整備して区画が変わってるんですね、なんか。道路一車線あのブロックしたりとか、あとあの歩道ですね、歩道にテーブルを置いてやってる感じですね。じゃあちょっと次を見てみましょうかね。うん、おこれは、AMC シアター、はいはいはい、映画館なんですけど、まあ、これは土曜日の夕方で、ここももうずっと閉鎖です。一回オープンしたんですけど、まあ、オープンしてもね、あんまり人入ってなかったですよね。思いますよね、長時間なんか室内で、知らない人と座って、あの、室内で危険ですよね。と思います。これが始まってからあの、何昔やってたドライブインシアターみたいなのを、あ、まあ、あのその営業のためにではなくて、その皆さん人々のため、皆さんがちょっと気晴らしにできるようにっていうところであちこちでやってますね、今まだ。あ、それなんか無料でみたいな。いや、有料じゃないですか。有料ですか。でも、車に入ったままなので。なんかね、AMC なんて本当にもう、結構大変だっていう噂も聞こえてきて、まあね、全米最大の映画チェーン、映画館チェーンなのかな。
でもね、去年ちょっとそのコロナが流行り始めた時に、例のユニバーサルのなんかアニメをいわゆる配信の方を先にやっちゃって、なんか AMC と結構喧嘩してるみたいな、なんかありましたよね。だけどなんか、もうおそらく映画業界ものすごく変わっちゃうと思いますね。変わっちゃいますよね。だからその当時も公開予定だった映画がですね、公開できなくなったみたいです。それでもいろんな試行錯誤が行われててですね、結局ワンダーウーマンなんか、その配信とそれから、まあ、今一番多いのは何ですか、なんだっけ、デマンドっていうやつですね、ムービーを見ますよっていうやつですね、それがもう同時だったんですね、HBO だったかな、MAX だったかな、なんかで、で配信とその営業用のお金を取ってやるのがもう同時だったので、まあ、今後もそんな感じになってしまうんじゃないかなって。なんか映画館でね、見たくても結局見れる状況がないんですもんね、今ね。ね、そうですよね。まあやはり、ハリウッド映画とか、まあ、映画産業で、まあ、まあ今のお話と被ると思うんですけど、本当これ変わったよねっていうようなこと、今お気づきのことってありますか？こういうことになってですね、大流行りしてるのがネットフリックスなんですよ。やっぱりみんな購入がですね、契約者の数が、何倍にも増えましてですね。なるほど。ネットフリックスは。やっぱりそういう方向に向いていっちゃうんじゃないかなっていう感じですよね、ネットフリックスとか。オンラインのものに。これやってる間にディズニー、なんだっけ、ディズニープラスか。ディズニープラスができたんですよ。ディズニーとオンラインのチャンネルができましてですね、そのもすごい人気ですし、まあ、ディズニー、ネットフリックスでしょ、で、HBO。マックスっていうのがありまして、アマゾンプライム、フルっていうのと、あと、そんな感じか、5つぐらいですね、メジャーなのがあるんですけど、大体、はいはい、一般の人は2つか3つ持ってますね。ああ、そうなんですね。やっぱりすごい数です。そうですよね、そのマンダロリアンだ。スター・ウォーズ・マンダロリアンと、スピンオフ作品があるじゃないですか、なんか。あれなんかもなんかすごい人気で、やっぱ見ると、なんかお金のかけ方ももう映画以上にすごい撮影とかしてるぐらいのレベルでやってますよね、なんか。ネットフィリックスもそうですけど。なんか。まあ、でもな、なんか低予算じゃないかな、あまりスターというものを使わなくなっちゃってなったじゃないですか。若い新人の方を起用したりとかですね、その辺で、本当変わったなと思いますね。で、昔はそのシアターでやるときは いくらかけたとか、すごいスターが出てるよっていうのが売り物だったじゃないですか。そういう時代ですよね、はいはい、ね、内容的に面白いか面白くないか、それで、演劇もその有名か有名じゃないかじゃなくて、演技が上手か上手じゃないかというところで採用されてるんですよね。だから、そういうところでたくさん の俳優になりたいなっていう人にものすごいたくさんチャンスが来たんじゃないかなと思いますね。でネットなるほどね。見てるとですね、もうただことじゃないですか、すごい数ですから。見切れてるんですね。新しいのを見てもね。で、まあ、映画じゃなくて、シリーズものの話なんですけど、では。でも、なんかその辺も、なんか、
あんまりきっぱりした、うちで見てるとですね、あんまりきっぱりした、ラインがないんですよね。2時間ものの映画を見てるのか、シリーズ1の、で8話ぐらいあるのをずっと見てるのかっていう、その辺の違いがないんですよね。で、なんでかっていうと、やっぱり、ずっと、テレビの前に座って2時間ずっと見ますよっていうようなもうことがなくなってきちゃってるわけじゃないですか、うちで。ちょっとストップして何かやってたりとか、ちょっとお客さんが来たりとかストップして、でここから先は明日見ましょうかっていうような、そういう時代になってきてるんですね。だからそのどうしても映画じゃないとダメっていうような感じではなくなってきてるんですね。そういうシリーズもの、シーズン1、シーズン2とかシーズン3になって、1シーズン8話とか12話とかですね、いろいろそういう感じで、いろんなものが出てきてるんですけど、そういうものにものすごくいいのがあるんですよね、やっぱりね、その中に。だから、ゴールデングローブなんかもそうです。まあ、テレビジャンルってことでなってますけど、ものすごくいろんなものが、そういう作品が、賞にノミネートされてたりします。本当にで映画監督が監督してしちゃったりしてますから、そういうものを。そうですね、そうですね。すごくいいなと思うのがあるので、今後その辺が変わってくるんじゃないかなと思いますね。3時間の映画である必要がなくなってきてる。なんか僕なんかもやっぱりネットフリックスとかのドラマ見ててもやっぱりそんな有名じゃない人なんだけれどもやっぱり演技上手い人はやっぱ多いなっていうのと、あとやっぱ編集上手いですよね、やっぱり見せるドラマって。だからその辺もまあ、どこで切っても次からまた見たくなるような感じになっていると思うんですけど、なんか横山さん、まあ、編集のプロから見てやっぱその編集の仕方がまあ変わってきたとか、なんかこういう編集が生かされてるとか、なんかそういう編集視点のなんかものってあります？なんかそう、まあ、編集に関してはですね、そういうシリーズものは、編集者一人じゃないんですよ。ああ、なるほど。8話あったら何人ぐらいいるかな、4人ぐらいはいるんじゃないですかね。どん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 カットしてみます。だからパターンを全員で決めて同じように編集していく。まあだから面白いのだから話スクリプトですよね。スクリプトがいかに書くかっていうのと、まあ俳優がどれだけ上手に演技をしているか。まあプラスもちろん監督もありますけれども。そこのね本質的な、まあ、映像作品の本質的なところが結構ここに来てすごいこういう視聴環境になってさらに重要視されてきた感じありますよね、なんかね、変わりつつあるな、横山さんがやってるドキュメンタリーなんかの市場っていうのはどうなんですか？ドキュメンタリーもですねそういうことでネットフリックスだったりとか、あとアップテレビか、あと専用のいろいろサイトもあるんですけれども、そういうところがあるので、結構市場が増えたという感じ、まあ、そこがお金になるかどうかはちょっと疑問ですけど、まあ、人はたくさんできるということで、その辺のことになったんじゃないかなと思いますね。あまりこういうふうにたくさんのものがあるとですね、なんか映画だと、面白くなくても最後まで見るじゃないですか。そういうことをしなくなっちゃうっていうんですか、私もそうなんですけど、ね、そういうシリーズを、2、3話見て、あ、面白くなかったらもう見なくなっちゃうみたいな。でもどん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 次、じゃあ次っていう感じで見ちゃう。あれがちょっと良くないかなと思うんですけど。そうですね。まあまあまあね。じっくり作品を鑑賞するっていうようなことがあまりなくなっ
ってきてはいるんじゃないかなと思いますね。なるほどね。なるほど。もう最近その横山さんがオンラインでの、まあ、Netflix とか Hulu とか、まあ、いろいろ見られてるものあるかと思うんですけど、作品を見てこれは横山さん的に面白いぞと思ったものとか、いったものはありますか？ゴールデングローブにもノミネートされましたけど、なんだったっけ、トライアルオブシカゴセブンっていう、あれは面白いですね。60年代後半かな、70年代かなに、裁判沙汰になった、非常にタイムリーな話題で、その7人の人たちが先導して、デモを起こしてですね、そのデモが、大変なことになっちゃったと、出ちゃうようなことになっちゃったっていう、そういうお話で裁判沙汰になったというお話なんですよ。今まさにそういうことで非常に揉めてるので、この間、結構やっぱり時間もあるから、やっぱりそういういろんな作品見る機会ってやっぱ多くなった感じですか？そうですね、でそういうことで当たり外れが多いんですよね。だからたまにものすごくいいのがあるとやったって感じなんですけど、ちょっとがっかりしちゃうのでそんなに見てないです。なるほど。ただほとんど中毒状態で見てる子たくさんいますよ。ということで私の年齢もそうですよね。今のね、今のいくつぐらいだろう、彼女は30代かな、あの辺はもうね、常に、電話で見てますね。何なんだろうっていうぐらい。で、何見てんのって言ったら、フル見てるんですよ、フルの。フルとかネットフリックスをダウンロードして電話に。何してても見てるんですよね。ああいうの見てると、あ、ちょっとこれ時代が違うんだっていう気はしますね。まあね、その分でも映像に触れる機会はすごく増えていくんでしょうね、その昔より。なるほど。なんか編集マンっていうかエディター、フィルムエディターとしては、あ、これやり方全然変わったなとか、なんか新しい手法だなとか、なんか これは逆にずっと昔から変わらないなとか、なんかそういうのって考えたりします？そうですね、まあだから一番大事なのはやっぱり、どういうふうに面白く話を伝えるかなので、その辺が上手に編集できてる作品も面白いんですけど、先ほど言ったように、シリーズものっていうのは何人かでリーダーがやってるんですよね。それでもやっぱりすごい面白いのがあるので、ずっと続けてね、何シリーズも面白いのがあるので、それはやっぱり脚本がうまく書かれてるんじゃないかなと。そうですね、普通ね見てるのあんまり分かんないですよね、これ編集がうまいのか脚本がうまいのか、分かんないんですけど、去年の夏に例の石川貴子さんとサウンドのお話した時に、はい、彼女がずっとやってるブラックリストっていうやつが、あれめちゃくちゃやっぱり、まあジェームス・スペイダーは素晴らしい俳優さんですけど、その他っていうのはもうほぼ無名みたいな方しか出てないじゃないですか。俳優ですね。だけど結局もう7シーズンやってて、まあシーズン7はちょっとまだ日本でネットフリックス配信してないから見てないんですけど、なんかもう見ちゃいますよね。なんかで毎回また悪いやつの違うやつが出てくるわけですけど、その人たちがまたみんなうまいんですよね。もうどこからこういう人を探してくんだろうなっていうぐらい、キャスティングも素晴らしいと思うし、ああいうのがやっぱり本当日本も見習わなきゃいけないなと思うような、脚本とね、やっぱ役者の質がもう全然違うっていうイメージがあるでしょうか。あとやっぱ編集うまいなと思いますよね。
音もね、すごいですよね。音はすごいですよ。うん、やっぱり、うん、なんと言っても、うん。そうですね、音違いますね。もう本当に、うん、もうに、うん、そういうのを見てからね、日本のテレビドラマ見るとね、ガクって。なっちゃうとこあります。それからも分かんないですけど、音の人もいろいろインプットして、うん、取ってきてない音をつけるのはもう当然ですし、うん、だから後ろに流れてる雑音ですよね、いろんな音が入ってると、うん、あれはほとんど後付けですよね、人とかが全部つけていくわけなんですよね。そのつけるのも、ただ、とりあえず公園だから公園の音入れようかじゃなくてですね、その主人公が一体何をやってるかとか、どういう心境なのかっていうのを考えて、後ろの音をつけてるんですね。うん、っていうのは、作品の良し悪しを助けてる。そうですね。そうですね。やっぱ、あと、それで、石川貴子さんとも話した時もあれだったんですけど、音がね、やっぱちゃんと静音されててプロデュースされてると、こう感じる時間が短いじゃないですか、うん、なんか実際1時間の作品がなんか40分ぐらいで終わっちゃったんじゃないかと思う錯覚にもなりますよね、あれが、うん、本当あれ辺が編集の妙で、なんかもうその辺本当にプロデュースが素晴らしいとか、ディレクションがね素晴らしいなと思って、うん、っていうのは本当に当たるとね、本当すごい作品。そうですね。うん、まあ、でも本当ここだけ、これまで数があると、ネットフリックスはすごい数ですから。そうですね。まあ、なるべくレコメンデーション、推薦されてるものを見ようっていうふうに思うんですけど、それを見ると、うん、あ、なんだ、残念、これは面白くないっていうのもあるので。うん、そうですね。あ、最後にちょっとね、ワクチンの話をちょっとお聞きしたいなと思ってて、はい、なんかあれですか、身内の方がなんかワクチンを打たれた、はい、うちの両親が、先週何だっけ、火曜日かなに、うん、行きまして、で、こちらはもう12月の末かな、11月の、今年に入ってからかな、ワクチン打ち始めまして、でグループがありましてですね、最初は医療関係者、うんうん、医療関係者とあと、消防車の方だったりとか、うん、重要なポジションで仕事しなくちゃいけない方ね、警察の方だったりとか、うん、それがスタート でその次が、一番高齢者、65歳以上の高齢者だったんですよ、うん、で、うちの父親と母親も先週の月曜日かなに、メールもらいまして、うん、行っている、お医者さんから、うん、で、予約入れてくださいってことで、火曜日に、予約入れて、火曜日の夜、火曜日に、火曜日の夜入れて、その日にうちに行ったんですよ。まあ、うちはそういうことで医者、かかりつけの医者から来たんですけど、そういうお医者さんに行ってない方とかは、この市が、ロサンゼルスはドジャースタジアムの、うん、パーキングと、を全部仕切ってですね、はいはいはい、ブースを立てて、うん、車で乗り込んでみんな駐車してもらうっていう、はいはい、PCR 検査もあそこでやってましたね、なんか。そうですね、それがちょっと、うん、ワクチンに変わったんですよ。あとディズニーランドの駐車場かなでやってるんですよ。で、まあ、みんなが行くので、そこへ行くとですね、3時間から4時間待ちっていうふうに聞いてたんですね。おお。私たちもその、病院に行くときにこれ待たされるんじゃないかなと思ってですね、まあ、両親80超えてますので、立ってられないので立って、夜遅くにしてこれなら大丈夫じゃないって思って行ったんですけど、ガラガラなんですよ。ほう。本当は村があるみたい。ないとこはないので、ね。それで、あるとこはあるのに、その連絡網が何かうまくいってないのか。うちは、E メールできましたから、
ね、80超えのおじいさんおばあさんたちにイメール見るわけないじゃないですか。そうですね。なかなかね。どう、だからガラガラなんですよ。この次、だから我々に来る予定なんですね。65歳なので。なんか、あの、2回打つんでしたっけ、あれ。そうです。今の出てるのは2回打つ。今、2種出てます、ね。ジョンソンっていうところと、なんだ、マドローナかなっていうところが、両方とも3週間か4週間置いて打つんですよ、2本。うん、両親も、今月24日にもう1回、2回目打ちに行って、で1回目だけだと、まだ、うん、決めが 50% ぐらいと、いうことらしいです。2本目打つと 90% 以上になると。まあ、日本はね、今月の末ぐらいからなんていうふうにまた言われてて、まあ、また医療従事者とかそういう方々なんで、まあ、僕らに来るのはまあ夏ぐらいに来ればいいなってなぐらいで、まだ全然わかんないんですけど、今特にアメリカではそういうワクチンを打つっていうので、その打つときにその並ぶとかそういうことの混乱以外は特になんか問題っていうのは起こってないんですか？いや、問題ありますね、いろいろ。そういうことも、どうやって予約を取るのかというかですね。あ、その2本目の、1本目を受けた方の2本目が本当に来るのかどうかっていうのを、なかなか分かってなくて、うん、2回目の、アポイントメントが予約が取れないと。いうことで、この間までものすごい問題になってますね。やっとなんか最近、良くなったのかな。なんか、その2回目を打ったら、もう外出していいとか、なんかそういう話だったりするんですか？いや、それはないです。ワクチンはですね、全体の人口の 70%、80% の人が打たないと、効き目がないということらしいんですよ。そういうことね。それは打たない人がいるとですね、やはりその、なんだ、コロナは移っていくに関して、移っていくときに、変形していくらしいんですよ。はいはいはい、はい。新種が2個ぐらい出てますよね。はいはい、出てますよね。うん、あれがもっともっと出ちゃうと、今捨ててもあんまり効き目がないんですよ。うん、ですので。全員が、しないとダメみたいなことが言われてますね。うん、病院の数とかですね、死亡者の数が減ってきてるので、減っていくと、その仕事とかもオープンになるとは思います。なるほどね。なるほど。1月は、救急病棟が、ロサンゼルスはベッドの数がゼロでしたから。だから、コロナじゃなくてもですね、まあ、コロナになっても入れてくれないですよ。よくない人しか。でも入った、病院に入ったら、まあ、おそらくもう出てこれないっていう感じなんですね。で、一番怖いのは、でも、一番さなんか悲しいのはですね、みんな言ってますけど、コロナなので、入っても家族が一緒に行けないんですよ。一人でも亡くなっていくしかないみたいな。そういうことでバタバタ亡くなってるので、皆さん。大変なんですけど。いやーかー、まあ厳しい話ですね、まだね。いや、本当ちょっとね、状況が改善することを祈るしかないんですけど。そうですね。ちょっとなかなかね、こういう時間だけではなかなか情報もあれなんで、またぜひちょっと少し経ったらまたぜひつなぎますので、そうですね、ちょっと情報交換をさせてください。日本はまだまだ遅れてますけど、まあやっぱり日本人はね、まあマスクとかちゃんとしてるんで、まだそんなにね大きなことにはなってない、海外に比べればね。だから分かんないですけどね、本当、これだけは。ですね。じゃあまたね、時間が経ったらまた状況も
ね、あの、アメリカも日本も変わっていくと思うので、その時に、まあ、すぐ行き来は、ね、あの難しいと思うんですけど、このオンラインでつながせていただいて、いろんなお話、またあの、まあ、新型コロナウイルスの話だけじゃなく、そのまあね、あのフィルムエディパーとしても、ね、お話もいろいろ伺えればと思います。はい、今日お話を伺いましたのは、フィルムエディターの横山、ちさ子さんでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さて、横山ちさ子さんとのオンライントークでしたが、いかがだったでしょうか。以前ですね、横山さんには広島にもお越しいただいたことがありまして、その時にはですね、広島市の中心部で、まあ、中区というところでですね、映画のフィルムエディターとしての講演をしていただきました。たくさんの方にお越しいただき、いろいろな、お話を聞いていただいたんですけれども、その時が初めてだったかと思います。今でも覚えているのがですね、広島駅でお会いして、その後編集長の石川も含めてですね、ラーメン屋さんに行ったなっていうことは今でもよく覚えています。またですね、3年前にですね、ロサンゼルスのカルバーシティでですね、おそらく私がシネギアなのか NAB 賞だったのかだと思うんですけど、それにも行った時に、一緒に食事をさせていただきました。その時に比べてですね、横山さんすごい今回かなり髪が伸びていらっしゃってて、打ち合わせの時に髪伸びましたねなんていう話をしたら、ヘアサロンが閉まっていて髪が切りに行けないんですよなんてお話をされてたんですけれども、よく私の周りでもコロナ禍で美容院に行けないのなんていう方もいらっしゃるっていうお話も聞きました。お話にもありましたが、ロサンゼルスでもようやくワクチン接種が始まったとはいえ、なかなか感染収束までの道のりはまだちょっとかかりそうで、またアメリカに行ける日はいつになるんだろうとつい考えてしまいますね。そして以前ホットショットで連載していただいていた横山さんのコラム、ヒッチコックのピュアシネマですが、これはアルフレッド・ヒッチコック監督の作品はどの作品も映画技法のバイブルであるということで、その名作たちに織り込まれた巧みな映画技法を大のヒッチコックファンである横山さんが自ら解説してくださるという、内容も魅力的な素敵なコラムでした。掲載当時も人気のコラムでしたが、こちらのリンク先も改めて情報欄に貼っておきますので、ご興味のある方はぜひ読んでみてくださいね。さて、本日もホットショット DX ジャムのご視聴ありがとうございました。いいねボタン、 YouTube のチャンネル登録もまたぜひぜひお忘れなく。また番組へのご意見などもぜひお寄せください。それでは本日の DX ジャムはこの辺で、お相手は山下美香でした。またね。Hot Shot DX Jam.